小鳴門大橋は、小鳴門海峡に架か,かる全長530メートル、福音24.5メートル、中央景観280メートル、首都の高さ59メートルのシャバリ橋である。四国側に、明神山道橋及び、明神高架橋が、高島側に、高島高架橋がそれぞれ接続する。徳島県鳴門市の瀬戸町明神と鳴門町高島を結ぶ。 徳島県道11号鳴門公園線が通る。全長でこそ、四国サブローには及ばないものの、福音中央景観、首都の高さに関しては、徳島県にあるシャバリ橋の中で最大である。東京領は、神戸淡路鳴門自動車道の全通を睨んで、既存の小鳴門橋に代わる、新たな観光道路として計画された。総工費は、 約130億円で徳島県が工事を進めた。1998年2月2日に開通し、開通式では約2500人が渡り染めをした。東京寮は徳島県道11号鳴門公園線のバイパス道路として建設された。しかしながら、開通当時は鳴門公園は愚か徳島県における大動脈である吉野川バイパスとも接続されておらず、 道路は途切れた状態であった。その後、中山トンネルが開通し、吉野川バイパスとは結ばれたものの、現在もなお全線開通していない。したがって、鳴門公園線というのは、名ばかりで鳴門公園に至る観光道路としての機能をほとんど発揮できておらず、もっぱら鳴門町の住民の生活道路として、また鳴門教育大学や、 ナルトうちの海総合公園へのアクセス道路として利用されているのが現状である。小ナルト海峡及び、ナルト海峡にかかる橋梁の名称は、区別がつきにくい。詳しくは小ナルト橋、小ナルト海峡、ナルト海峡にかかる橋梁の名称を参照されたい。また東京梁は、計画当時の仮称は、第二小ナルト橋であった。なお、海峡部にかかる、 大規模な橋梁の名称に第二と関する事例はボスポラス海峡や関門海峡等で見受けられる。東京梁から直線距離で 100km 圏内に位置する著名なシャバリ橋を列挙した。ありがとうございます。